こんにちは、みずほマンスリービューです。この番組はみずほ証券のマンスリーレポートをもとにテクニカルから相場動向を分析し、今後のポイントを探ります。解説してくださるのはこの方です。みずほ証券の中村克彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテクニカルです。どんな視点からの分析になりますか？はい、11月相場は日米株とも大きく上昇いたしました。まあ、その中で、11月後半にも、相場の流れが変わるんじゃなかろうかと、前月の、マンスリービューでお話しましたが、11月、いっぱいまで相場しっかりとなりました。ただ12月に入ってですね、少し、下げ基調となっている中ですね、足元の日本株と、ドル円についてお話しさせて、いただきまして、まあ、円安修正からの年内日本株を占め再来かというところを、チャートを使って分かりやすくお話しさせていただきます。それでは11月の日経平均株価の動き、移動平均線とともに振り返っていきましょう。月初から大幅上昇し、200日線から大きく上に離れると、これまで下回っていた25日線、75日線を次々と回復します。さらに中頃には今年最大の上げ幅を見せ、3万3000円台を回復。7月につけた33年ぶりの高値も一時上回りました。その後は横ばいの動きとなり、3万3500円近辺で終える形となりました。さあ、中村さん、改めて振り返っていただいて、11月いかがでしたか？はい、11月日経平均株価は大幅高となりました。国内企業のですね、業績改善期待に加えて、米連邦準備理事会 FRB による利上げ観測の後退を、背景に、ハイテク株、等が、の上昇がですね、相場を大きく押し上げました。ただポイント1点ありまして、11月の日経平均株価の上げ幅2600円超となっておりますけども、ザラバではですね、7月高値を、上回り年初来高値となりましたが、終値ベースでは、年初来高値7月高値の、3万3753円を、上回れなかった点は押さえておきたいと思います。それでは12月はどう動いていくんでしょうか。テクニカルビューです。さあ、今回は円安修正から押し目再来かということです。まずはドル円の動きから見ていきたいと思います。はい、今日はですね、ドル円の年間の振れと、日経平均の年間の振れを、比べながらですね、足元の動きを確認していきたいと思います。まずは次のスライドご覧ください。2000年からのですね、ドル円の年間騰落率を並べております。過去11回ですね、円安が上の方なんですけども、円安に振れた年が11回ございます。その平均は年で 10.82% という、この円安の平均的な振れ約1割と認識いただければと思います。23年、12月の4日時点で、依然として、12% 近くの円安水準であることを押さえておきたいと思います。もう一つは横軸ご覧ください。年 10% 超の円安、それも3年連続というのは、アベノミクス相場が始まった2012年以降ですね、2度、3年連続というのがあるわけなんですけども、今回もですね、足元3年連続で、10% 超の、円安となっております。米国では、利上げ観測の後退からですね、2024年の半ばあたりに利下げ観測も台頭しておりまして、日米金利差の縮小からですね、この為替の動きが少し変化するのではと見ております。はい、ではドル円のチャートで確認していきたいと思います。はい、月足で見ると、包み足というものがヒントとなりそうです。グラフをご覧ください。昨年の秋、政府日銀が為替介入を3回実施しまして、その規模は計9兆円超に
達しました。まあ、この円買いドル売り介入のあった9月10月の翌月にあたる11月ご覧いただきますと、10月の陽線を包み込む形でですね、月足の陰線、この包み足を次元し、その12月には円安修正、要するに円高が加速、23年の1月には127円台となっています。足元ご覧ください。2023年の10月の小さな陽線に対して、11月は、この月足の陰線、包み足、1年前のちょうど既視感のようになりますけども、包み足を次元しております。一時 5% を超えておりました米国の10年債利回り、米国の長期金利が足元 4% 台前半まで低下しまして、ドル円も一時146円台まで円安修正が進んでいます。まあ今後ですね、この円安修正のサインということで、今後はまあ仮に円高となった場合ですね、12ヶ月線の141円、ほぼ2円とか、日銀の短観の全企業の想定為替レートは135円台であることは認識しておきたいと思います。次に日経平均株価についてです。まずは同じように年間の騰落率からお願いいたします。はい、先ほどの触れをもう一度、今度は日経平均でご確認いただければと思います。2000年からですね、過去株高に触れたのは上の方の棒グラフなんですが、13回株高となっております。はい、まあ、その平均は 18% となっておりまして、12月の上旬の時点で依然として日経平均株価は3割弱の株高水準となっております。まあ、一つの覚え方としますと、まあ上昇した年平均で2割弱で、大きく触れると、まあ、上に下に4割から5割触れる、そんな中、今年は3割近く上昇しているといったところを押さえておきたいと思います。そして日経平均株価のチャートです。はい、次の、チャートをご覧ください。こちらも、月足でお示ししております。今度は2年前のちょっと既視感という状況になるかと思います。3万トンで400円台や3万トンで600円台つけたこの21年の9月、菅前首相の退陣表明を機に株価が一時的に上昇しましたが、市場が期待した、まあ、河野氏が自民党総裁選で落選しまして、改革シナリオの後退で上げ相場は、まあ、すぐにしぼんでしまいました。はい、ちょうど2年前です。で、2023年、まあ、岸田政権の内閣支持率が、低迷しまして、世論調査では、政権発足後の、まあ、最低水準の3割程度まで落ち込んでおります。足元では政治資金問題が、やや、くすぶっている中、日本の株高に、若干水を差すような一面も伺えるところです。はい、そうした中、出来高は株価に先行すると言われるんですが、売買代金については状況いかがでしょうか。はい、まあ、12月はですね、そもそもクリスマス休暇を控えて、売買を、手控える投資家が多く、12月の商いは、しぼむ傾向にあります。次のグラフをご覧ください。2023年のですね、春以降、海外勢は6兆円超、日本株を買い越しまして、一時よ、1日あたりの平均で4兆円近くまで増大しました。夏はちょっと様子見気分で売買は、やや縮小いたしまして、2023年の11月、先ほど話したように、米長期金利が低下しまして、11月下旬から12月の頭にかけて、米国株は年初来高値圏まで、上昇しております。11月の1日あたりの売買代金は4兆円、台まで、増えましたが、先ほど話したように、例年12月は海外勢が、クリスマス休暇に伴い積極的な売買を手控えますので、今後ですね、この出来高が株価に先行するといった流れから鑑みますと、ちょっと上値の見方は割り引いて見ておく必要がありそうです。今後の予定確認しておきます。はい、12月の予定です。はい、まず国内では、月前半にメジャー SQ、日銀短観の12月調査が、控えておりまして、米国では8日に11月の雇用統計、
12日、13日には FOMC 控えております。月の後半になりますと、日銀の金融政策決定会合が18、19日、22日には11月の全国消費者物価指数が公表される予定です。まあ、15日のですね、米国ではメジャー SQ を控えておりまして、この SQ をまたいだ後はクリスマス休暇を控えてですね、売買は縮小する可能性が高そうであります。今回のまとめをお願いいたします。はい、こちらにまとめております。はい、まずは、ドル円からです、3年連続年 10% 超の円安となっておりますので、その反動に警戒しつつ、月足のチャートを見ると、11月は包み足の陰線となっております。日経平均は年初来で3割近い上昇に達しておりまして、まあ、12月、年内今後はですね、損益通算の節税売りも想定されるところです。まあ、2年前の既視感といたしまして、国政の不透明感が強まる中ですね、一つの流れといたしまして、円安修正の、月足でのサイン、そこに伴い輸出関連株の、まあ、利益確定売りが優勢かと思われますが、まあ、それに伴う、年内日本株の、押し目再来かと見ております。はい、中村さん、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。みずほマンスリービューテクニカルでした。ご覧いただいたみずほマンスリービューいかがでしたか。画面下から評価をお知らせください。またチャンネル登録もお待ちしています。